これダソミアとかはまだいけるけど、多分あれなんかな、まだいかん方がええんかな。ジェダイになった経緯を聞いてなかったな。私は幼い時にシーカーに見出されて、聖堂で訓練をした。魔法シーカーか。知っている。あれはすごい連中だ。シーカー。本当はシーカーが何かなんて知らないんでしょ。さっぱりだ。何か探すのか。そうよ。若いフォース感応者を探す役目を持ったジェダイ。かつては私もシーカーだった。待ってくれよ。つまりそういうことか。カルを見つけたのは私ではないわ。いや、な誰？ら俺もシーカーってことだ。ええ、ある意味ね。俺見つけたの誰？シーカーグリーズだ。シーカーグリーズ。早くそこに座れ。もうすぐ到着なんだ。で到着の時だけ座るんだろうな。おお。スター・デストロイヤーおるやん。あの封鎖を突破する気か？いいえ、それは最後の手段よ。マンティスのトランスポンダーを帝国のものに合わせてあるわ。グリーズ、パワーを抑えて仲間のように振る舞うのよ。ブラッカと同じか。問題ない。余計なことはしないでくれ。スキャナーをしっかり見ておくんだ。わ頼かっむ。た。わかった。わあ、すげえ。あ、マンティスのちょっとね、スキン変えたんです反応よ。はなし。連中は地上に気を取られてる。大丈夫よ。ちょっと灰色っぽい感じのがあったね。それにしてみました。うわー、キャッシークや。あー、でもなんか建物になんか苔生えてきたな。レッドストーンとかの時はなんかああいう建物のとこまでにはなんか苔的な生えてなかった気がする。まあ同じひどかいどう景かわ色からだ。ないんですけどね。帝国はキャッシークから資源を奪い尽くしているのよ。ウーキーたちは奴隷にされるか追い出された。マジか。ウーキーもまだ残っとって残っとんけどな。おお、ガンシップや。お前がスキャナを見てるんじゃなかったのか。ゲリラだ。ウーキーと外の援軍が帝国軍を襲ってる。ウォーカーが近づいているわ。タークルもいるかも。そんなことわかるものか。このまま戦場に飛び込んだりしたら俺たちだって一緒に墓の下だぞ。けど他に選択肢はない。それにすぐ助けないと危ない。ならどうするの。妨害する。ブラッカではウォーカーをバラしてた。一台乗っとる。冗談はよせって。こいつはクローン戦争じゃないんだ。船長、船をウォーカーに寄せて。え、なんだって。待って、あのウォーカーは兵員輸送機でもあるわ。中に乗り込んだら注意して。いいぞ、グリーズ様の魔法を見せてやれ。いい、やってくれるんかよく聞いて無事に帰ってくるのよ。へい。そのつもりだよ。あ、いいね。カルもなんかあおい、本気で飛び降りるなら早くしてくれ。準備はいいクローンウォーか、ズビ時ディ。代の。BD1 もちょっとピンクのスキンに変えました。なんか BD1 こっから見たらウォーリーみたいな。あー、ウォーカーや。準備はいいか。ガンシップがおもんのやつや。タイファイターが。こっち向かうけどいいんだよな。じゃこっちしか行けんか。おお、すげえすげえ。あ、ここ登るんか。なるほど。あ、これじゃ。上に行けるかもな。俺はどこ？あれか。このウォーカーってじゃあ初期型とかでは。よし、どっちだ？おお、すげえ。8人か。せーの、よし。あ、すげえ。すげえな。あくまで中に乗る感じか。エピ
ソード5のルークはなんか爆弾入れてたっけ。よし、おおほほ、すげえ。これ上で行った、あ違うか、こっちか、あこっちか、はいはいはい、せーの、なんか撃たれてない、おお危ねえ、うわわわ、でブラスターの色が青や、こっち無理じゃない、大丈夫、ふっ、おーしゃ、頭のとこでいいんかな、あと少しだ、あ、そうやろ、ワンダと巨像じゃないんだから、もう全カットしよう、そこミスる、あーま、間違えた、悪い、俺の操作が悪い、もっといたが、ぷねえな、ぷねえ、めっちゃ怖くなってきた、いかん、いかんねえよ、こっちでいい、おーおーおー、よしよしよし、助かる、ビディ、やっとここまで行った、すげえ、すげえけど、どこ行ったんだこれ、こっちか、あ、はいはい、これで上に登るんか、え、せーの、え、いかんよ、上まで登ろう、これ行くんか、もうもうね、1回3回ぐらい落ちたんですよ、で、おお、焼き尽くされた、そっか入るんや、おお、すげえ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 、どこ通るん、どこ通ったらいいんだろう、どっから通ったらいいんですか、あーそこ行けるの、あ、スピーダーがある、あ、あれか、脱出用のやつかな、反乱者たちもあったよな確か、役がない、お前が報告する番だ、ジェダイだ、ジェダイがいる、ほらダブルライトブレード、やられたぞ、死ぬのはごめんだぞ、いて、やめろ、ほい、よし、よし、なんか分かってきた、よし、かっこいい、で、あ、なんでこいつはこんなんあったん、わあ、やべ、頭が、ここに直撃したんか、こっちか、じゃあ新しい船を感じた、思った以上の戦力だな、装甲はどうだ、やられてます、現在 70% でさらに低下中、反逆者を叩きのめすには十分だ、このまま行くぞ、俺も行くぜ、いつものやつ
本当にうまくいった。いいかお前、ヘルメット意味ないだろ。絶対ジェダイじゃなくてもイケとってやる。それ消せるか。無理やりや。おお、すげえ。よし。あ、ガンシップが。内で攻撃だ。近く。キャノン。おお。おい、行ったの。キャノンがね、強い。シールドはついてない。こっちでいいか。はい、来い。どこだ。あ、誰か飛んできた。お、送迎レラー。 AT-AT を手に入れた誰かだ。あんたは帝国を怒らせた誰かだ。帝国のランディングパッドに向かってる。手を貸してくれ。了解した。もっと怒らせてやろ。うわぁ、すげぇ。味方まで潰してない。大丈夫。画面が揺れる。おらおら、でけえなお前。理想機か。そんなんで勝てるわけねえだろ。おらこういうのは浅い気ですね。おらよし、落ちろ。こっちに来てる。なんとかできるか。やべやべやべ。うわぁ、ミディはもう殺されよ。うわぁ、捕まってろミディ。やべ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 。ナショジオ行きやで、この映像。大丈夫だ。お前はまさか二度はやらないよ。せっかくのウォーカーを台無しにしたな。あ、ソーゲレラ。カルケスティス。ソーゲレラ、キャッシークには何を。人を探してる。あんたは何を。俺と仲間たちは帝国軍の補給船を潰しに来た。ここだ。誰を探してる。ウーキーの王者のターフル。見つけるのは無理だな。なんで。帝国の手もずっと逃れてきた。ゲリラの一人じゃ。彼は特別だ。ウーキーレジスタンスの象徴でシャドウランドから攻撃をしている。シア、グリズ、そうだ。シャドウランドって。ターフルをどうしたい。ジェダイの用事だ。ジェダイは死んだ。全員ではないわ。遺体を漁ったのか。マスターから受け取った。ここはウーキーが強制労働させられてる生成所。ウーキーが運んでいっきょ。情報ではゲリラの仲間も中に捕まってるはずだ。ウーキーがなんか後ろに見える。ウーキーちょっと細すぎについて知ってるかも。あり得る。なんかビッグフットみたいな。ちょっと待ってくれ。マンティスはいい船で、パイロットの腕も最高だが、戦闘支援のための船じゃない。私たちは帝国の通信を見張ってるわ。うまくすれば救援要請を捉えられる。感謝する。俺たちは偵察して攻撃の準備をする。先で待っている。よし、行くぞ。おー、びっくりした。
話してみよう。無事でよかった。ああ、そっちも無事でよかった。ここは湿気がひどい。うまくいったわね。それで層についていくの？首を…え？やべ、固まった固まった。層の…何？問題が？問題があって何？何か問題でも？すぐ危険に飛び込もうとするのが心配なの。おい待った、俺の船を戦ってる中に飛び込ませておいて今さら危険の話か？この選択肢ってなんか私は導くことしかしないの。後の影響にあるんかな。選ぶのはあなたよ、はい、だからよく聞いて。帝国が星々を抑える中でキャシークを選んだ理由がある、はい、目的が一致するとは限らない。何なんキャシークを選んだ理由って。ああ、覚えとくよ。はい。パルチザンの情報はないか？酒場での噂話なら深くは知らないわ。パルチザン過激派だ。帝国は奴らに賞金をかけてるらしい。賞金って書いてる。賞金稼ぎがいるのか？え、賞金稼ぎ？どうだかな、戦場じゃ商売しにくい。噂が事実なら賞金稼ぎ。尋問官が追ってくる可能性はあるわね。勘弁してくれ。来るのだって危なかったけど彼らを見殺しにできなかったろ。義勇心はいいけれどそれに振り回されないようにしてね。なすべきことをなすのよ。幸運を。はいはい、そのぐらいか。若干ギスりそうだったな、雰囲気的に。そうは生成所でターフルについて探るらしい。今朝シャドーランドにいるとの報告があったわ。パルチザン帝国軍はなんかウーキーの村の近くだと特定したらしいけど情報が曖昧すぎるわね。優秀だわね。ウルトラマンの怪獣におったようなこういうやつ。ラゴンだったっけ。ちょっと似そうと思うわ。戦える状態じゃないわね。マジか。あ、こっちか。そうね、時間がないわ。色が、ウーキーの色もなんか変わっとんな。びっくりした、なんかショッカーのベルトみたいにつけたのかと思ったんちゃうかった。頑張ってくれ。あ、先運ばれた人かな、多分。ウォーカーだ、物が残ってるかもしれない。どうしようか。ああ、平気だ。大丈夫だ。あざくらいできたろうが、そこまで広くない。お前がいないと困る、驚かせるな。さあ続けよう、何か残ってるかもしれない。へい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 。やっぱウーキーの顔ラゴンっぽい。ラゴンとあの、なんてっけ、帰ってきたウルトラマンに出てきたやつ、1話で死んだやつ2と。細すぎるんかな、なんかこの、やっぱ違和感あるよな、細すぎるっけんか。なんだろうな、なんかもう毛がなんかモップみたいになってるしな。ドレッドヘアみたいな。体毛やな。もしこの計画が失敗したら終わりよ。マリが守備隊の位置をマークしたわ。マリ、帝国が増援しても間に合わない。大丈夫よ。彼は信じてるけど、これは森でのゲリラ戦とは違う。うまくいくかしら。うち行くか。じゃあ行っていいんか知らんけど、ちょっと見てみよう。あ、やっぱこっちでいいね。はいはいはい、スキャン。なんだこれは。あ、なんかブラスターライフルか。違うのか。え、こっちだったよな。オッケー、じゃあ行きましょう。そうはこの溝の向こうにいるはずだ。え、なんか今なかった。こんな方は多分さすがに行けんの。ここか。あっちはいけないか、まだ。ちょっとだけ寄ってみるか。はいはいはい、スキャンしておくれ。何かあった？渡れないな。近くに使えるものがあるかも。今は無理なんかな。今は無理な場所なんか多い気がするけど、まあまあまあ、こっち先行こうよ。示された方に。わーい、いい作業台みたいだな。あそこになんかあるな、作業台。あ、こっちは渡れるとこじゃないわ。ちょっ
とあの上行ってみますか。あれ行けんのかーい。ん、アップグレードにしよう。どのくらいの電流を流せる。あ、電流流せるの。この辺が好きなら帝国の回路をショートさせられる。おお、すげえ。あ、それで先のとこ行くんか。なるほど。どんどん有能になるやんけ。オーバーチャージ。あ、じゃあそこのやつもいけるんかな。あ、びっくりした、びっくりした。止まれ。やべ。よし。え、いった。よし、危ない。なんか糸発っけん、これ。カルキャスです。いいよ、食らわんや。あぶね、強っ。なんなんだ、ほんまなんなん。あ、やった、スキルポイント。なんなんだ。あ、パリーでいいんか。あ、あれ餌なんか。じゃあ、あれにおびき寄せられたってこと。あ、違います、ちょっと悩んでおしゃあない。で、こっちの回路をショートできるんじゃない。電流を流すんだ。おお、いいか。うまくいったぞ。よし、ナイス。結構ギリだったぞ。よいしょ、ここか。うわ、なんかおる。ホタル。やお、爆発する。ロストプラネットにおるような、こういうやつ。はいはい、やっぱ爆発するんか。死亡したら炎上するって嫌やな。あ、やばい。あー、セーフ。早かったと思ったけど、いけた。こっちだ。パルチザン。アップな、いいよ。なんか上にあってるな。お、ウーキーが。よし、帝国の樹液生成所はこの先だ。はい。帝国は樹液を何に使う。悪いことだ。樹液から重要な物質を生成し、ちょっと BD1 にいいと。その生産を拡大させている。ああ、ウーキーが。連中を止めないと。そのつもりだ。なぜか連中はかなり分散している。手に入れたマップを見てみろ。頼むぞ。この生成所は収容所でもある。俺たちがこのカッターで連中を引きつける。その隙にライトセーバーを使ってウーキーたちを解放しろ。帝国との戦いには彼らがいる。了解した。まあ、確かにウーキーバトルフロント2でやばいことになってましたね。そりゃあ助けがいるって。よし、行こう。よいしょ。なんか後ろに光っとったの気になるんやけど、なかった。ある、あそこのやつよ。光ってなかったっけ。光ってんじゃねえの。まあええわ、後で来れると信じて。こっち、え、こっちも行ける。わあ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 。いや、こっちから来たんか。こっちから来てるわ。これだ、これ。エコー読み取って。死んだ兵士、ソウがやった。彼は思ったより容赦ない。まあね。ソウの待ち伏せ。うん。はーん。こっちでいいんかな、じゃあ。よし、行こう。あ、こっちやん。おお、おお、下になんかホタルがいる。ね、こっちで良さそう。おお、なんだろう、この山奥にあるダム的な感じが。
あ、やりやっとんな。あ、ここにあれやりやん。